個人番号カード接触が大事、カードリーダーライトと個人番号カード個人番号カードは日本において行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき住民が申請した場合に発行されるプラスチック製の IC カードである。通称マイナンバーカード個人番号カードは日本において行政手続きにおける 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき発行されるプラスチック製の IC カード。市区町村が住民のうち希望者に当面の間無料で交付する。身分証明書をはじめ個人番号を証明するための書類として利用可能である。また、個人番号カードの IC チップに格納されている署名用電子証明書、利用者電子証明書は 民間や行政のオンライン手続きやインターネットアカウントへのログインなどに利用可能で幅広いサービスに利用が可能である2016年1月に交付が開始された住民基本内帳カードの後継となるもの2021年5月1日時点で交付枚数は日本全国で3812万9334枚 日本の人口に対する交付枚数率は30.0%。他国の国民識別番号カードと異なり、20年近くも国民識別番号制度自体導入が遅れた。日本では番号カードを取得するか否かは本人の自由であり、携帯義務も罰則もない。中華民国における中華民国国民身分明かし、中華人民共和国における居民身分証。 大韓民国における住民登録証など東、アジアだけでなく欧米諸国なども国民識別番号カード取得が自動化されており携帯義務もある。個人番号カードは日本の運転免許証キャッシュカードと同じ寸法のプラスチック製 IC カードである。カードには集積回路が埋め込まれていて、裏面には IC チップと通信するための端子が設けられるほか、 非接触カードリーダーに、対応の ISO、IEC14443 タイプ B のフィードが搭載されている。表面には、持ち主の氏名、住所、青年月日、性別、証明写真、有効期間が荒れ木ではなく西暦で印刷される。裏面には、持ち主の個人番号、氏名、青年月日が印刷される。日本国民の生年月日は、戸籍、 住民票同様に、言語表記、一方在日外国人は、西暦表記になっている。また、表面には、サインパネルがあり、運転免許証同様に、住所を変更した場合等、記載事項が変更になった場合に使用する。個人番号は、法律で決められた場合以外、他人に知らせてはならないことになっているため、個人番号カードを身分証明書として使用する際には、 表面のみを相手に見せたり、コピーさせたりすることになる。法律で決められた業務を行うために必要な場合以外、個人番号カードの利面をコピーしたり、そのコピーを保管したりしてはならない。個人番号カードを持つことができるのは、個人番号が不満されたものである。年齢制限はない。2020年5月24日までに発行された通知カード、 または2020年5月25日以降に発行された個人番号通知書から申請すると個人番号カードを受け取ることができる。交付を受けるためには運転免許証、日本国旅券などの身分証明書を市区町村の窓口に持参し、窓口で本人確認を受ける必要がある。なお、通知カードや住民基本内帳カードの交付を受けている場合は、 個人番号カードの交付を受ける際に、市区町村へ返納する必要がある。発行された個人番号カードを受け取る際には、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書、住民基本台帳用、県面事項入力補助用の暗証番号を受け取り場所にて登録する必要がある。なお、利用者電子証明書や署名用電子証明書については、申請時に、 利用しないにチェックを入れた場合発行されない。また、15歳未満のものに署名用電子証明書は原則発行されない。カードの利面は利用目的に沿った場合に個人番号を利用できるものに直接提示。また、個人番号カード表面の情報と個人番号カード裏面の情報を合わせて郵送や電子データで送ることで持ち主の個人番号を証明することができる。 カードの表面は、証明写真入りの身分証明書として、法律上における効力を持ち、観光庁や民間は関係なく使用することができる。取得に1万円以上の費用がかかる日本国旅券や、取得に最低数千円の費用がかかり、運転免許試験場で試験を受け合格する必要がある運転免許証の代わりに、無料で取得できる身分証明書として利用できる。 非接触型 IC、カードリーダー、ライタとマイナンバーカード IC チップには、公的個人認証サービスにて利用される、署名用電子証明書が格納されるが、希望しない場合は、個人番号カード申請時に格納しないように入れ、選択することもできる。電子証明書を利用する際、個人番号を入力および使用することは、一切ない。 情報提供ネットワークシステムでの利用情報開示。ネットワークシステムとは、個人番号と関連付けられた情報を、関係機関の間でやり取りするための情報システム。個人番号カードは、情報提供ネットワークシステムへのログイン時に必要となる。このシステムを使用することで、世帯に関する情報や年金に関する情報、税に関する情報などが閲覧できる。国税電子申告。 納税システムでの利用国税電子申告、納税システムとは、国税庁が運営するオンラインサービス。国税に関する申告、申請、納税などに利用できる。個人番号カードを使う方式では、事前に税務署長へ届け出や国税電子申告、納税システム用の ID パスワード、電子証明書の登録などが不要である。サービス、電子申請機能での 利用サービス電子申請機能とは市町村の行政手続きの検索とオンライン申請を行えるもの。2020年3月31日時点で1562の地方公共団体がインターネットでの手続きの検索、比較に対応している。また、子育て分野で937の地方公共団体、介護分野で63の地方公共団体、 被災者支援分野で27の地方公共団体が電子申請に対応している。法人設立ワンストップサービスでの利用法人設立ワンストップサービスとは、法人設立に必要な手続きの検索や申請書類の作成、提出、申請状況の確認などを行えるもの。法人設立ワンストップサービスでは、各行政機関への書類の提出やいくつもの書類で、 重複している項目の自動入力などを行うことができる。マイナポイント事業での利用をマイナポイント事業は一定額を前払いと押したものに対して個人番号カードを活用したポイントであるマイナポイントを国で付与するもの。利用には事前登録が必要である。2020年7月から申し込みを開始し、同年9月から翌年3月末まで。 マイナポイントの取得ができる予定である。民間での利用個人番号カードの電子証明書は、総務大臣の定めるところにより、民間での利用が可能である。2020年7月10日、現在、民間事業者111社が公的個人認証を使ったオンラインでの本人確認サービスの提供や、電子レターの受け取り、オンラインでの証券講座開設などのサービスの提供を行っている。 隠しカードや手帳等として政府は個人番号カードを活用した隠しカードや手帳などをデジタル化する計画を進めている。対象のものは以下の通り、健康保険証として内閣府や総務省、厚生労働省は2021年3月から従来の健康保険証に合わせて個人番号カードも健康保険証として利用できるようにする。 当初の計画では2017年7月から実施される予定だったが、個人情報漏えいの懸念などから延期されている。健康保険証として利用するためには、事前の情報提供ネットワークシステムでの申し込み、または医療機関、薬局の窓口に設置された、顔認証付きカードリーダーでの申し込みが必要である。 情報提供ネットワークシステムでの申し込みは2020年8月7日より開始され、2021年3月4日より11都府県の19医療機関、薬局にて施行運用が開始された。受信者本人がカードリーダーに個人番号カードをかざし、IC チップに格納された利用者電子証明書などを読み取らせる。保険資格は保険資格確認用のサーバーで、 照合するとともに暗証番号や顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが計画されている。受診者本人が受診当日に個人番号カードを使用し薬局や医療機関に設置された顔認証付きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者が過去最大五年分の特定健康診断情報や 過去最大3年分のレセプト情報をもとにした薬剤情報の閲覧ができるようになる予定である。顔認証には顔認証付きカードリーダーで撮影した顔画像と個人番号カードの IC チップに格納されている懸命アプリケーションの顔画像が使用される予定。個人番号カードには住民基本台帳、ネットワークシステムや公的個人認証などに利用する領域以外に空き容量として 市区町村が住民のために利用することができる地域住民向け領域や行政機関、都道府県、市区町村、民間事業者その他のものが利用することができる拡張利用領域が確保されている。市区町村独自サービスの利用者カードとして市区町村での条例を定めることで戸籍証本、住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書などを コンビニエンスストアのマルチメディアステーションでの発行、図書館などを利用するために必要な情報を個人番号カードの IC チップに記録することができる。国家公務員身分証として国家公務員のうちセキュリティゲートを導入している庁舎に勤務する国家公務員が保有する個人番号カードの IC チップの空き領域に国家公務員身分証明書の情報が搭載されている。 このマイナンバーカードをする国家公務員 IC カードがあれば、ほぼすべての国の組織の庁舎に入管が可能。マイナンバーカードは専用の白いカードケースに格納され、住所等の不要な部分は所属する官庁等の情報で隠す仕組みである。このシステムは勤怠、入り体感管理などに使われる。20歳以上の者の,の個人番号カードの有効期間は、 発行の日から10回目の誕生日まで、また2つの電子証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までである。なお、20歳未満の者の個人番号カードの有効期間は、用紙の変化が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日までとなっている。外国人住民のうち、永住者、高度専門職、第2号及び特別永住者は、 日本住民の場合と同じである。一方、永住者、高度専門職、第2号以外の中長期在留者や一時被護許可者、仮滞在許可者などのものは、在留資格や在留期間があることから有効期間も異なるが、申請に基づき、個人番号カードの有効期間を変更することが可能である。なお、在留期間の延長を行った場合は、 検免記載事項の変更が必要である。更新手続きは無料である。個人番号カード更新手続きには、マイナンバーカード自体の更新と、電子証明書のみの更新の2種類がある。期限を迎えるものに対し、有効期限の2から3ヶ月前を目途に有効、期限通知書が送付される。個人番号カードの自体の有効期限が近づいた場合は、有効期限通知書の案内に沿って、 申請を行いカードを取得することで、電子証明書のみの有効期限が近づいた場合には、有効期限内のマイナンバーカードもしくは、本人確認書類と有効期限通知書を持って、役所で手続きをすることで、それぞれ更新手続きが完了する。県面個人番号カードは、顔写真入りの住民基本台帳カード、B タイプには記載されなかった、個人番号が記載がされている。 住民基本内帳カードの場合、氏名のみが表示され、住所、青年月日、性別、顔写真を懸命に表示しない A タイプを選ぶことができたが、個人番号カードにそのようなタイプはない。また、証明写真の規格についても、日本国旅券と同じ基準とサイズが適用され、証明写真に使える写真基準も、旅券申請用の写真規格と同じ基準となり、 申請できる写真企画が厳格化された。住民基本台帳カードは市区町村によりデザインに違いがあったため、第三者による本物か偽物かを見分けるのが困難であったが、個人番号カードは全国共通のデザインになった。利用個人番号カードの電子証明書は住民基本台帳カードと異なり、都道府県や行政機関、民間などで利用が可能になった。 住民基本内帳カードにはなかった利用者電子、証明書が IC チップに格納されている。発行手数料個人番号カードは住民基本内帳カードと異なり、希望者に無料で交付される。日本国政府は多くの市区町村が交付手数料を徴収したことが住民基本内帳カードの普及を妨げた要因の一つと分析している。そのため、 個人番号カードの発行にかかる費用は日本国政府の予算で手当てし、本人の交付事務の区分住民基本台帳カードの交付事務は市区町村の自治事務であったのに対して、個人番号カードの交付事務は法定受託事務である。全国の市町村特別区が個人番号カードの作成業務を地方公共団体情報システム機構に委託する。 有効期限日本国籍の住民の場合、住民基本内帳カードの有効期間は一律、発行日から10年であった。一方、個人番号カードの有効期限は20歳以上の場合、発行日からその後10回目の誕生日まで、20歳未満の場合、発行日からその後5回目の誕生日までとなる。なお、電子証明書の有効期限は年齢に関かかわらず、 発行から5回目の誕生日まで。小田原市個人番号カードについて、最終更新日、2015年10月27日、ABCD 個人番号カードハット AB 要請手続きにおける、特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律の施行期日を定める政令。総務省、マイナンバー制度とマイナンバーカード。総務省、 2021年5月14日閲覧。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令。第25条行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に 関する法律第19条行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第20条 ABCDEFGHIJKLM 総務省マイナンバー制度とマイナンバーカードマイナンバーカード総務省2020年3月11日閲覧 ABCDEFG セキュリティもしっかりマイナンバーカード マイナンバーカード総合サイト w w w k o j i n b e n g o c a r d g o j p 2 0 2 0年6月3日閲覧お問い合わせ内閣府内閣府ホームページ2020年6月9日閲覧マイナンバーカード総合サイト w w w k o j i n b e n g o c a r d g o j p 2 0 2 0年6月3日閲覧 m y n u m b e r c 交付申請マイナンバーカード総合サイト w w w k o j i n b e n g o c a r d g o j p 2 0 2 0年12月23日閲覧 マイナンバーカード申請申請時来帳方式、5津市ホームページ、www.city.gotsu.lg.jp2020 年12月23日閲覧、江戸川区。マイナンバーカードの申請、受け取り、交付時来帳方式。江戸川区。2020年12月23日閲覧、郵便による申請方法。 マイナンバーカード総合サイト w w w k o j i n b a n g o c a r d g o j p 2020年12月23日閲覧マイナンバーの身分証明書としての取り扱い2016年4月22日内閣府公式サイト2018年8月14日閲覧 パスポートの申請から受領まで2018年7月27日更新。外務省公式サイト。2018年8月14日。閲覧。e-tax 利用の勘弁化の概要について e-tax.www.e-tax.nta.go.jp。2020年6月4日閲覧。abcde. デジタルガバメント実行計画。 政府 cio ポータル cio.go.jp2020 年3月11日閲覧 ab サービストップぴったりサービス app.oss.myna.go.jp2020 年5月30日閲覧 abcd 総務省マイナンバー制度とマイナンバーカード民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用総務省 2020年6月3日閲覧総務省マイナンバー制度とマイナンバーカード公的個人認証サービスによる電子証明書総務省2020年6月4日閲覧 ABC マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします www.mhlw.go.jp2020 年7月13日閲覧 ABCD オンライン資格確認の導入について、www.mhlw.go.jp2020 年7月17日閲覧 ABCD 総務省マイナンバー制度とマイナンバーカードマイナンバーカード総務省2020年6月23日閲覧 j h i s マイナンバーカードアプリケーション搭載システム www.j-lis.go.jp 2020年6月4日閲覧 NEC 中央省庁の国家公務員証に付与する身分証明機能を統一で管理する共通発行管理システムを提供 NEC 2016年6月9日 ABC 有効期限通知書についてマイナンバーカード総合サイト w w w k o j i n b a n g o c a r d g o j p 2 0 2 0年6月11日閲覧 AB 個人番号カードを無料にマイナンバー制度普及流す行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第63条篠原敏弘 待ったなし番号制度制度導入に向け今やるべきこと、住民基本台情報施行令、第30条の16、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令、第26条。 abcdefghij スケジュール過去の経緯内閣府内閣府ホームページ2020年6月11日閲覧マイナンバーカード未取得理由提出を各省庁職員に朝日新聞デジタル朝日新聞デジタル2020年6月3日閲覧ジャリスお詫びマイナンバーカードの電子証明書関係手続きの 混雑と処理遅延について、地方公共団体情報システム機構、2020年5月14日閲覧、個人番号通知書及び通知カードについて、マイナンバーカード総合サイト、w w w k o j i n b a n g o c a r d g o j p 2020年6月11日閲覧、ありがとうございます。